ハイラル平原眺望台から南に始まりの大地霊の洞窟があります。洞窟内に極ゴニの祠があります。入り口は岩で覆われています。破壊して中に進みましょう。洞窟の入り口の場所の確認です。入り口を破壊して先に進むとホラブリンがいます。ホラブリンの弱点は頭。頭に攻撃を当てると落下します。奥の岩壁の付近にもう一体ホラブリンがいます。途中にある青い岩壁を破壊すると迷いがいます。迷いの落とし物、ゲットだぜ。座標の位置は、-784、-1557、0015です。奥へと進んでいきましょう。ホラブリンを2体倒し、奥の岩壁を破壊した先に祠があります。極ゴニの祠に到着です。場所の確認です。祠内に入ります。攻略ポイントはタイトル通り天地の縁です。先へ進むと玉の入る穴のある縁が大量にあります。近くにある4つの玉を特定の4つの穴の中に入れると先に進めます。どの穴の中に玉を入れるのでしょうか。球を入れる穴は天井を見るとわかります。球を入れる穴の上には緑色の円模様が描かれています。天井を見ながら円を穴の中に入れていきましょう。こんな感じで天井に緑色の模様がある穴に玉を入れていきます。
4つの穴に弾を入れるとゴールへの扉が開きます。ゴール前の扉に入りました。ゴール前に弾があります。また天井に模様があります。模様の下の床はウルトラハンドで動かすことができます。床を取り外すと弾を入れる穴が出現します。球を穴の中に入れると宝箱のある扉が開きます。マックス役ゲットだぜ。ご視聴ありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。